佐藤澄香です。綺麗に痩せるドレッシングの作り方をご紹介します。あなたはご存知でしたか？市販のドレッシング、こちらにはですね、かなり多くの量の白砂糖であったり人工甘味料、またその油ですね、プラスその添加物がですね、結構な量がこう入っているんですね。そのようなあのドレッシングで、せっかく お野菜をこう食べても逆にこう太ってしまう原因に、なるということなんです。嫌ですよね。せっかくこう体に良くて綺麗に痩せていこうと思ってこう頑張ってお野菜食べているのに、そのドレッシングが原因でかえって太っていたということにならないために、そんなあなたに朗報です。超簡単な手作りドレッシング、綺麗に痩せるためのドレッシングを今からお伝えしていきますね。3部構成でお伝えしていきます。まず1つ目はその材料です。で、2つ目はそのなぜ綺麗に痩せることができるのかという理由、そして3つ目が作り方になります。では材料からお伝えしますね。痩せるドレッシングです。材料は塩麹大さじ2、オリーブオイル大さじ2、お酢、あのどんなお酢でも OK です、小さじ2、あと蜂蜜が小さじ1、そしてお好みでちょっとこう塩気が欲しいなという方はあの胡椒を少々です。で、あと前ですね、別の動画でもお伝えしておりました、あの痩せる麹ドリンクですね。この時に使い終わったその米麹をお好みで、まあ、大体大さじ2から、まあ、最高4ぐらいまで混ぜていただいても OK ですので、ぜひあのしっかりと米麹も利用してみてくださいね。以上なんです。簡単です。で、あのなぜこれが、痩せることができる材料なのかと言いますと、まずこの麹ですね、発酵食品です。ですからもう酵素がたくさんありますから、腸内環境がすごく整いますし、結果お腹の中からすっきりと、まあ、痩せることができるというわけです。で、またこのオリーブオイルもその腸の蠕動運動でとっても役立ちますから、こう腸がこうますます動きが活発になって痩せることができるということですね。あとお酢にはですね、この肥満予防に効果的なその短鎖脂肪酸というその酸が多く含まれていますから、まあ、燃えやすい、ね、体になるということなんですね。そして最後蜂蜜、これズバリですね、あのお砂糖の代わりに普段からもぜひ使ってください。なぜかというと蜂蜜はあのオリゴ糖なんです。で、このオリゴ糖というのが実はあの腸内環境を良くする、なぜかというとその腸内細菌がですね、大好きな、まあ、餌になるわけです。たくさん腸内細菌が食べてくれることで、そのままそのデトックス効果がアップするということなんです。いいですよね。お体にいいものばっかりですよ。で、最後に作り方です。この以上の材料をボウルに入れてよく混ぜてください。以上です。もうとっても簡単ですよね。私簡単レシピ大好きです。なぜかというと続けられるからです。あなたもそうだと思うんですよ。忙しいじゃないですか、日々お仕事だったり子育てだったりご両親の介護だったりペットのお世話だったりですね、もういっぱいいっぱいな時に、簡単でしかもあなたとそして大切なご家族の健康とそのますます綺麗にですね痩せることができるという、そういったことに役立ちますから、ぜひ取り入れてみてください。で、またですね、このレシピはファスティング中の準備食までにはね使えますね。あの回復食はですね、回復食1日目、2日目まではちょっとオイルはね取らないんですね。なのでこれはあのオリーブオイルが入ってますから、ファスティング後
回復食が2日終わったその3日後、3日後からでしたら取り入れていただいても OK です。さあ、このファスティングにご興味がおありの方はこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。で、皆様そちらご登録後に直接私まで、お問い合わせご相談されていらっしゃいますので遠慮なくご連絡ください。で、またこのお話をですね、繰り返しご覧いただいて、繰り返し日々の生活に取り入れてみてくださいね。そしてこのお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。